お前キャプテンの弱い。お前さすがにこれキャプテン怒るよ。クソガキ。あ、みんな集合。オッケー、二日目だ。俺たちはやることがある。まずこの村、もうちょっと俺かっこよくしたい。ダサいなと思ってる。ダイモン、全部ある。サリー、この村を強化するぞ。了解です。いいじゃね、やれよ、早くやれ。寝起きなんだよね。あったら電話かけてくんなよ、ダーリー。はい、やるぞ。なんか建物いっぱい欲しいな。サリーとゼンマール、ザイモン、お前ら自分の家を用意しろ。おのおので作れ。お、ザイモン作ってんのか。お、いいね。なんかで俺の家よりでかくないか、お前。なんだあれ、空がなんか降ってきたぞ。ちょっとお前ら家作っとけ、俺あれ見てくる。なんだこれ。死んだんだけど。おお、家できたな、みんな。誰もの家見よう。なんかいいな、チェストがいっぱいあって。2階もあんだ。あ、ベッドがここにあんのね、いいね。誰もなんかいい家だな。なんか俺のよりなんかいい感じだな。2人はでかっ。おお、なんか広いな。高級ハウスだろ。これ何、何が入ってるの、こんなの。これダイナマイト食わせる。危ねえだろ、こんなとこに置くなよ。いやいやいや、NPC に食わせる。お前行かれてんな。いや、そこドアあんの。あるあるある。こっちもあんの。いや、ベッドとか。そうそうそう、悪くない、悪くない。全部あるわ。なんだこの家、終わってて草。ホームレスだろ、もう。なんだこの家、普通に臭そう。汚い、普通に。ここソファ、ソファだぞ。まあでも、村っぽくなってきたな。よし、じゃあいよいよ洞窟探検行くか。じゃあちょっと役割分担しよう。ザイモン、洞窟の場所わかる？じゃあザイモンと俺は洞窟行こう。お前ら喧嘩するな、喧嘩するな。お前ら二人はこの村を発展させてくれ。ああ、回して回して、見とくよ。やっとけよ、できるな。いいよいいよ。あと収納ボックス、これ中身ちょっと入れ、ちゃんと分別しといて。了解了解。ゼンマール、お前変なことしたら普通に家の中に入ってるあのダイナマイト食わせるからな。なんか心配だな。あ、いやいや、任せて任せて、普通に。保護者がいるな、これ。フレンドに保護者いるかな。ちょっと保護者探そう。ん？はい、僕のフレンドのお母さんです。53歳2児のママ、萌ちゃんです。よろしくね。いや、普通にキモい、可愛くない、普通に全く可愛くない、吐き気する、普通に死ね、ババア。54歳がよろしくねとか言うな、キモいんだ、バカやな。お前ら分かったから、ババア消えろっさ。全回りもやめなさい、やめなさい。萌ちゃんはお前らクソガキの保護者です。ちょっとこのままじゃちょっとダメだから、一人、ま、母親を入れた。宇宙の面倒見なきゃいけないの。いい、面倒見る側なんだけど、普通に。消えろ。は？レッツゴー！だけど。サリー、お前。よ、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 よ。やめろ、サリー。俺とザイモンが洞窟探検してる時に踊るな、うるせえな。俺とザイモンが洞窟探検してる間、じゃあ、萌ちゃん、この二人の面倒お願いします。いけ、わかった。あ、ババはあっち行ってる。あっちり見てるから。いや、がっちりみんな、普通にキモいんだけど。大丈夫そうだな。あ、何言ってんの？普通にストーカー？こっち見な、ババ。俺らは洞窟探検行こう。洞窟探検に備えるための装備と食べ物よろしく。なんだそれ、ハンバーガー。いいね、仲良くやってんじゃん。仲良くやってない、普通にこいつはだるがらみしてきてる。マジこれで爆発していいか。やめろ、サリー、それを置け、それを置け。危ないぞ、おい。あっ、あっ、お前死ね。何やってんの、何やってんの、お前。え、何勝手に入ってきて文句言ってんの、気持ち悪い、クソババアが。わかった。はぁ、俺が来るまでにそれ直しとけよ、分かった？はぁ、あ、またダイナマイトとか作んないといけないじゃん、だる。なんでもいいけど、直しとくんだよ。黙れ。萌ちゃん、自分の家作っていいから、収納ボックスにいっぱい材料とかあるから好きに使って。オッケー。こいつらが暴れないようにちゃんと見とくんだよ、萌ちゃん、分かった？オッケー。そのために呼んだからな、分かった？了解。オッケー。バーバーの家とか臭そう。お前は黙れ、喋んな。ダイモンどうだ？いいもんゲットできた。お、剣とお守り？お守り？ハンバーガー食っていいの？どうなんの？おお、すげえ体力増えて、寒さ耐性もついてる。じゃ今のうち行こう。お前ら、じゃあ村、お留守番頼むぞ、分かった？オッケー。萌ちゃん見といてね。どこにあんの？洞窟。あれ、洞窟っぽくね？お前先入る。うわ、行った。うおー、ちょ、素材集めるぞ、とりあえず。おー、いいね、こういうの大事、全部集めよう。お、チェストがあんじゃん。いいもんあんじゃねー。立たないんだけど、なんで？いや、俺が代わりに作ってあげる。
あ、ありがとう。お前らの家さ、なんかポンコツだし、ちょっと臭そうだから、俺の家住ませてやるよ。これ20億したからね。ヒカキンさんハウスだからね。まあまあいい、ここ住ませてあげるよ。スペースあるし。え、何このダイナマイト。いや、それ触っちゃダメ。それ NPC に食わせるやつ。は？お前、それ捨てて。待って、それ。危ないって。落として。それダメ。それ使っちゃダメだよ。バイバイ。ダメだよ。ゼンマールダメだよ。何やってんの？ゼンマール？なんだけど。それは死ねよ、キモい。お前、爆発すんな、俺の家。何お前が殺してんだよ、俺のこと。はっきっしょいわ、お前。俺のせいにすんなよ、ダーリー。どうすんの、これ。これもう怒られるって、普通にキャプテンとかに。お前、だるいんだけど。お前キャプテンの言うよ。何や、お前さすがにこれキャプテン怒るよ。やりすぎでしょ。はお前普通に笑えないんだけど。いやいや笑えない笑えない。妹とか、いや普通に笑えないんだけど。普通に全部ある笑えんよ。お前人のもの壊しちゃいけないって分かってるよね。バカだ、黙れ。うわ、めっちゃ広いやん。大丈夫かサイモン。この上にもチェストあるぞ。戦うか。いった、サイモン。雑魚が。どうすんの本当に。ダメだよ。怖いんだけど。作り直して。え、作り直すのだるいんだけど。あ、じゃあババやってやっといてくれね。俺ちょっと寝るから。何やつがするんだ。はい、ババやる。壊したの誰？お前みたいなクソババがやるんだ。ゼンマールだろ。ゼンマール作れ早く。てめえが作れ。いや本当ゼンマール作るべき。何壊してんの普通に。ゼンマール作れ。いやマジキャプテンガチ切れ案件だわ。ハリーのせいにするわ。は？え。ダメだよ、え、もいちゃん見てたよね、壊してたの。見てたよ、うん、見てた。え、ゼンマールがやったよね。ゼンマール、そうだよ。言い訳いらねえよ。ゼンマール、早く作り直せよ。俺撮ってるんだけど、普通に。やめてって。もういいよ、あれ諦めるよ。こいつ話聞かないし、普通に。終わってる。キモいんだよ、やめろってつってんだろ、お前。もう、あとキャプテンにバンしてもらうね。ゼンマール、やめろって。人のものを壊しちゃダメ。無理。無理じゃねえんだよ。前回からこいつうざいんだよね、普通に。バンしてもらうよ、普通に。キモいんだよ、一生見たくねえよ、お前の姿。いけいけいけ。おー、いいね。おお。やべ、迷子だった。ザイモン、どこだ、ここ。ザイモン、はい、じゃあ、じゃあ、焦った。バカじゃない。ゼンマールやばいって、お前。知らねえよ、お前。え、お前、さすがにやばいよ、お前。それ崩したらさすがにやばいよ、お前。お前、ベッドだけは普通にゼンマール。クソだけ。キャプテンのベッド崩して、ゼンマールのせいにしよう。逃げてたんだけど。は？こいつ逃げやがったんだけど。どこ行くの？ちょ、え、これ、もいちゃんのベッドっす。ちょ、もいちゃん寝てくださいよ。オッケー。寝る？え、ちなみに、もいちゃんって彼氏とかって、お前、だるい、もう崩すな、だり。帰ろう。おーおー、おーおー。村帰ろう。物資を届けよう。あいつらびっくりするよ。よし、ダイモン。とりあえず帰ったら、全部収納ボックスに入れ。おい。お前、やめろって言ったのになんでやめないの全部。あれ、キモいんだけど。やめろって言ったじゃん、俺ら二人。集合。はい、集合。はい、今すぐ集合。サーリー、説明しろ。マジ信じられない。急に全マールが俺の家にあったダイナマイトあったじゃん。急にそれ運び出してさ、もう全部それで爆発させてさ、もうキャプテンの家も爆発してさ、俺の家も爆発させて。いや、止まったのゴミ。俺とモイちゃんがもうめっちゃ止めてたのにさ、なんか全然止まってくれないし、もう病気なんじゃないの？バンしてくんね、今日普通に今すぐ。だるいんだけど、こいつ。もう前回からこいつうざいし、動けへんだし、普通にバン。全マール？それほんと？違う、こいつがやった。人のせいにしようとか言ってた。は？人のせいにしようとか言ってた。え、もいちゃん見てたよね。え、俺撮ってるんだけど普通に見る？キャプテン、もいちゃん頼むよって言ったよね、この二人の。ごめんなさい。でもめっちゃ止めたんだけど。めっちゃ止めたんだって。普通にゼンマールが病気なんだったって。普通にもいちゃん誰だって。まあいいよ、もうもいちゃん何のために入れたんだよ。もう俺の家ないじゃん。え、もいちゃん誰が悪いの？ゼンマール、サリー、どっち？ゼンマール。ゼンマール。ゼンマール。はい、ゼンマールおいで。はい、こんな感じで。出れねえからな。一生出んなんかす。もいちゃん、こいつはこれ壊さないように見とけ。オッケー。ダイモン、サリー集合だ。じっとしなさい。ダメだわ。ゼンマールの処刑をする。ゼンマールをぶち殺すための処刑台を作る。ダイモン作れる？もう一回作ろう。ここかな。ここだ。こっからまっすぐ板一本で。ゼンマール落とすか。なんか虹がかかったぞ。虹見てくるわ。なんかあるね。なんか飛んでね。なんか白いの飛んでね。これ触ったら死んだりしないんかな。止まって。おい、邪魔だ。なんだこれ。もうこんなんね、キャプテンね、もうダイナマイトでやっちゃうね。え、あ、消えた。キャプテン、
これ、この箱は？この箱は、ザイモンが管理する。あ、ザイモン、何してんの？ふぅ、あっぶな、お前。あ。そばけ。ザーリー。いや、そこは知れよ、ザイモン。そうそう、処刑しますか。で、マール、今日お前を処刑する。いい朝だ。お前は今日ここで死ぬ。歩け。絶対サリー、お前に憎むからな。お前のせいだからな。では最後に言い残すことはないか。お前は死ね。あばよゼンマール。消えろお前ら。クソが。あばよゼンマール。ゼンマールどこでリスポンした？そこを動くな。それ以上、これより先には絶対に来ちゃダメだ。分かったゼンマール。はい。バンよりはいいだろ。一生帰ってくんの？追放だ。まあバンはしてやんないよ。お前はずっとそこにいろ。勝手にしとけ。二度と来んなよ。いやちょっと村人一人減ったけど、クソガキ村から。で村はちょっとボコボコだけど、一からやり直すぞ。ダイモンサリーモイちゃんでこの村を一から再建する。でもな、洞窟から帰ってきてね、いいもん手に入れたから村をアップグレードできるはずだ。それでもっといい村作れるさ。アップグレード、レベル4だ。ちょいちょいゼンマールも監視しなきゃな。ということで次は砂漠に行く。そのためにも乗り物を作るぞ。クソガキ。